今回この動画を見ていただければ、蛾足炎なのか、それとも別の痛みなのかがはっきりと分かるようになります。たった3つのポイントを押さえるだけで簡単に分かるようになるので、ぜひやってみてください。こんにちは、鍼灸整骨院清春です。今回やっていく内容は、蛾足炎が自宅で簡単に、しかもすぐ分かるような方法に関してを説明していこうかと思います。蛾足炎っていうのは何かっていうと、膝の内側にある筋肉や腱のところで負担がかかって炎症を起こしてしまうような病態の一つです。よく言われるオーバーユースシンドローム、使いすぎによって痛みが起こるような状態になっているものです。で、これ難しいのがですね、膝の痛みって内側のところですね、いろんなものがあります。蛾足炎はそうですし、他にも靭帯損傷であったりとか、内側の滑膜離脱障害とかいろいろたくさんあります。でその時に治療のやり方とかストレッチのやり方とか間違えてしまうと治療効果が全くないっていうことも非常にありますし、他には病院でちゃんと検査しないといけない症状っていうのも本当にあったりします。なのでちゃんと蛾足炎なのか自分がそうなのかっていうのを分かりやすく今回説明していきますので、ぜひ使ってみてください。またこれですね、蛾足炎っていうのは本当にやっぱ超音波検査とかそういった精密検査を受けた方がより確実に分かります。今回簡易的に自宅で分かる方法になるので、 100% あなたが蛾足炎かっていうのを調べるものではないっていうのをちょっと覚えておいてください。本気でちゃんと自分の状態がどんなのか知りたい方は整形外科さんに行って超音波検査であったりとかそういったものを受けてから判断するようにしてください。それでは早速ですけど実践に移っていきます。はい、それでは実践編ですね。実際に蛾足炎を見分ける3つのやり方に関してを説明していきます。まず1つ目からですね。1つ目は蛾足炎が最も痛むポイントを押しましょうという内容になります。で、蛾足炎が最も痛むポイントっていうのは腱鞘炎が起こっている部分と骨のくっつくところですね。なのでこの人間すねの骨があります。ちょうどここのこれがすねの骨ですね。で、こっちの内側の方、ここですね、骨と筋肉のこの際、これを上にぐーっと辿っていくとこの辺で際がなくなって止まるとこがあります。ここがですね、蛾足の腱が全てがつくような部分になるので、基本的に蛾足炎を起こすとここがすごく痛いです。なのでここを探してグッと押した時に痛みが出るかどうかを見てみてください。これで痛みが出る場合は蛾足炎の可能性が高いです。はい、そして次2つ目ですね。この腱に牽引力っていうのをかけて引っ張る力ですね、それで痛みが出るのかどうかを見ていきます。蛾足炎の腱っていうのはですね、実はここで触れるんですよね。この部分、今僕ちょっと力入れるとここにちょっとポコッと浮き出たものがあると思うんですけど、これが半腱半膜筋の腱、あと方向筋腱も一応あるんですけど、蛾足炎になると痛くなります。なのでこの部分をこの親指と人差し指何でもいいのでグッと持ちます。そして持ったままこの状態からですね、この腱をこっち側自分の方向に向かってグッと引っ張ります。こうするとこの押さえたとこじゃなくてこの辺がビリビリ痛んだりとかする場合があります。これは蛾足炎を起こしている腱が牽引力を加われたせいで引っ張れたせいで痛みが出ている状態になります。もしこれで押さえたとこじゃなくてこの辺が痛いよってなった時も蛾足炎のポイントになります。そして3つ目ですね。3つ目も同じような形でいくんですけど、今度は手を使わず足の力自体でやっていきます。やり方はですね、ちょっとこうあぐらかくような感じにしてもらって、痛い方のですね、このかかとのアキレス腱のところあるじゃないですか。これを自分の膝のこの辺のところにこうやってグッと押し付けてあげて、この状態でこの足の力を使ってこのお皿のとこ自分の方向に向かってグッと押すように力を入れます。グッですね。するとここの蛾足の部分に力がグッと入るような形になるので、もしこれで痛みが出た場合もこれも蛾足炎の可能性が高くなります。またこの3つ目のやり方で痛みが強く出る場合っていうのはかなり腱鞘炎がひどくなってる、蛾足炎の中でも結構ひどいタイプの痛みなので、3が特に痛かった人は特に気をつけてほしいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は3つの蛾足炎を見極める方法のやり方に関してを説明させていただきました。このやり方をぜひご自宅でも使ってみてください。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、また高評価等もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。